緊張とかないですか？全然緊張しないです。生き様を語るだけです。ただ言葉だけ気をつけます。はい、しっかりと。そうですね。生放送初めてですか？生放送は何回かあります。あ、何回かあるんですけど、経済番組が初めてだから、さすがにバラエティーはちょっと違いません、ね、責任重大や。そうですね、見てくださってる層も違うと思うし、なんなら金曜日の9時やし、金曜日の9時はね、ちょっとお母さん見てるかもわからないから。言ってないけど、お母さん、うん、もうそこです先輩とさ、もうお父さんに行って。あ、よろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっとロールスーパー、こんばんは。こんばんは。11月6日金曜日夜9時を回りました。今日ビゼックス、今日も生放送でお送りしてまいりますが、今日はあの若き経営者、そして人材育成家というね、紹介の仕方をさせていただいたんですが、一番大事ですね、世の中お金と思ってやっぱりもちろん得たものたくさんある。例えば僕らで言うと物件が空いてきたりだとか。あ、やっちゃいます。竹内さんが飲まれているのはノーマルのバナナジュースですね。バナナってやっぱり上品なんよね、うん、味が入れるのがこだわりの一つとのことです。おいしい。いいコメントいただきました。ありがとうございました。またぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いよいよ経済番組に、はい、ありがとうございます。はい、え、緊張とかなかったんですか？いや、でも緊張なかったんですよ。すごいですね。緊張なかったよ。なんでやろ、慣れてんのかな。いや、いつも通りでした。え、でもほんまに緊張なかったんですよ、うん、全く。ね、司会のアナウンサーのね、はい、さんも多かったですよね。あ、そうですね、すごい、このいいこと聞いてくださったんで、すごいやりやすかったです。やっぱ喋り上手は聞き上手ですね。すごいそういう面では勉強になりました。どうですか、こういう経済番組に出るって。はい、いや、やっぱりいつもと違って、バラエティと違ってかなり難しいよな。うん、難しいとかな、言葉選ばないといけないっていうのがあるから、うん、 すごいそこはちょっと、そこだけちょっと気をつけるように。すごい、俺やっぱ YouTube とかで好きかって言ってもわかるさ。下ネタとかバンバン行くからさ。いや、なんか楽しそうでしたね。いや、めちゃめちゃ楽しかったですね。なんかあっという間でした。短かった、1時間半もやったみたいな、うん、感じでしたね、うん、はい、ニュースもなんか良かったですね、あの教育の話。そうですね、面白かったですし、うん、まあでもやっぱりトークって生き様出ますね、うん、はい、やっぱり離れですね。経験がものを言ってこういうことだなって改めて思ったっていうか、うん、全く緊張しなかったというか楽しかったから、うんうん、そう考えるとね、2年前のね、あの辻さんだったら出られなかったというね。そうですね、まああのやんちゃな僕なら、うん、まさかやんちゃな僕が2年後経済番組の金曜日の9時にね、生放送で出てるとは誰も想像しなかったでしょ。でも人は変われるってことですよ、うんうん、確かにね、過去にね、あの人のことを傷つけたこともあるかもしれないですしね、まあ、過去にそれやんちゃした過去もあるかもしれないですけど、まあでもこうやってね、変わるんで人は、はい、変わればやっぱりね、あの評価してくれるんで、ね、世間はね、うん、はい、経済番組ってまた次のだから成長した証ってことですね。そうですね、だから今年最後にと、ありがとうございます。はい、本当にもう成長の証をいただきました。本当にありがとうございます。はい、本当にもうもっと時事ネタ勉強しておくんで、また呼んでください。はい、もっと勉強します。はい、来年はじゃあ全国の、そうですね、出たいですね。はい、食レポだけ下手なんでごめんなさい。本当食レポだけ来るなと思ってたんですけど。学びも多かったんじゃないですか。いや、本当学びしかなかったです、僕からしたら。本当に、はい、本当に学びです。学びしかなかったです、はい、学びの1時間半、あんだけだってさ、前からこう生で放送されて、要はね、やり直しが効かないっていう、じゃ YouTube と違って、また、うんうん、あと他のね、番収録と違って、やっぱりやり直しが効かないっていう、この状況でいかに自分のパフォーマンスが出せるか、うん、これちょっと自分楽しみで来たんですよ、うんうん、じゃあどうなんや俺と、実際生放送で、じゃあ月曜日の9時で地上波で喋れんのかと、実際と思ったら意外と行きましたね。そうですね、はい、なんならいつもより良かったかなって、うん、エンジンかかってしまって、うんうん、楽しそうでした。あ、めちゃめちゃ楽しかったです、本当に、はい、まだまだ伝えたいこといっぱいありましたけど、うん、まあ、ちょっと1時間半じゃ足りないですね、うん、はい、4時間スペシャルぐらいやってくれないと。、はい、今日はね、朝からだってハピージャパンのロケもそうですよ、本当すご
いですね、毎回。本当に俺は一体何なん、経営者なのか経営者なのか、果たして、はい、経営者です、はい、売れないタレントよりはテレビ出てるんじゃないかなと思ってますよ、最近は。もう10時半ですからね。いや、でもあっという間の時間でしたね、本当ね。10時からロケやってね、もうだから10時半でしょ。しかも大阪から来ていただいて、うん、10… で、今からまた遅くないですかね。そうですね。でもなんかこのエンジンの入りがなんか一番勉強になったかなと思いました。一回ロケで一回休んだじゃないですか、2時間3時間休憩挟んで、そこからもう一回ギア上げないといけないんで。でも経営者ってやっぱこれが大切だと思うんで、このギアの入れ方、休む、抜くっていうか、容量を合理的にいかないといけないと思うんで、やっぱこう強弱ってすごい大切だと思うんで、すごいそこはなんか勉強になったっていうか、また自信になったかなと思いましたね。はい、明日は明日で、明日も、企業サロン、個人コンサルと、夜は懇親会なんでね、はい、しっかりとまた今日は休んで、休む間がないんじゃないですかそうなんですよ、明日またでもね、もう休む時間なんかいらないですよ、だって人生1回ですから、死にますから、はい、だから僕ね、寝るとき一番辛いんですよ。俺寝るとき一番辛いね。だって寝るって寿命があれば絶対縮まってるわけやん、ちょっと見えへんで、動けへんけどちょっと縮まってるわけやろ、寝んの怖ない、みんなだって寝てる間に寿命縮んでんねんで、だから俺、ね、ほんま寝たないんですよ。だからそろそろ科学的に3日とか1週間寝らんでもいい、なんか出てけへんかなと思ってんねん、ほんまに。それでも時間が欲しい。いや、もう時間大切っすね。だからね、昔社長が僕に、時間は俺らお金1億でも2億でも買うって言ってた、何言ってんのこのおっさんと思ってたけど、気持ちわかるな、ほんまに。それぐらいのなんかもんやなって、時間って大切だなと思いましたし、はい。じゃあ逆にね、若い人はじゃあ時間あり余ったらもう本当もったいないってことですね。ほんとそうそう、だって本当にだから僕も無駄なこといっぱいしてきましたけど、もうこの無駄をね、無駄じゃなくすためには、その今の僕が見てる仲間とか若い子にこれを伝えることが、多分その僕は無駄じゃなかったって言えると思うんで、そこだけはね、ちょっと僕の言うことを素直に聞いてね、はい、それなりに経験してきてるんで、はい、それじゃないとさ、ね、生放送で多分僕傷だらけなんですっていうことが出てこないと思うんで、自然と出てきたんで、はい、普通ね、あの言わないんで、経営者ってカッコつけるんで、はい、本当にだから苦労してきたなって自分で改めて思いました。何も考えてな、なんか俺だけ台本なかったからさ、あれ見た、はい、うわ、ミスった、台本ないと思ってすごかったですもん、はいはい、要はだから僕のね、テレビ活動は台本はね、生き様ということで、これからも台本はいりませんので、はい、オファーいただける方は台本なしで全然大丈夫です。はい、本当に長い間ね、あのでも本当にあのスタッフの皆さんとか、あの番組ありがとうございました。本当に接触させていただいたんで、本当に感謝をかみしめながら今から大阪に帰って、明日からまた新たなスタートしたいと思います。はい、もう喋らんでやろう、これ以上、はい、今日喋りっぱなしだからすごいっすね、はい、もう俺何時間喋ってんの、喉痛いでちょっと、はい、今日も一日お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした、ありがとうございました、ありがとうございました。